さあ今日2本目の動画はですね、こちらですね、開発行為の廃止とですね、完了についてですね、連続で問題を出していきたいと思います。ここについて理解が、ね、まだできてない方も多いかもしれませんので、今日のですね、問題をやることによって知識を固めていっていただければと思います。それではいきます。クイズ、周辺知識アタック。1、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。さあどうでしょうか。さあいきますよ。答えは、はい、×でございます。これはですね、開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときはですね、遅滞なく知事に届けなければなりません。これはですね、許可じゃなくて届け出でございます。廃止するのにですね、許可はいりません。続いていきますように、開発許可を受けた者は開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。さあどうでしょうか。さあここもですね、あまり理解できていないとよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、答えは、これ×ですよ。こんな風にですね、いろんな聞き方をしてくるんでございます。これは廃止の時はですね、届け出でございます。知事の同意を受ける必要はないんでございます。こんな聞き方もしてきますよ。こちらです。3、都道府県知事は開発行為に関する工事の完了の届け出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めた時は、検査済み証を交付しなければならない。さあどうでしょうか。なんだこの知識はっていうふうに思うかもしれませんが、ここで覚えていきましょう。いきますよ。答えは、あ、これ丸なんでございます。これはですね、開発許可を受けた者は開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければなりません。そしてですね、届け出があったときは、知事はですね、遅滞なく工事がですね、開発許可の内容に適合しているかどうかを検査しまして、その検査の結果、適合していると認めたときは、検査済み証を交付しなければなりません。覚えておきましょう。では最後いきますよ。4、開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権、その他開発行為に関する工事を施工する権限を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継することができる。さあどうでしょうか。さあいきますよ。答えは、これ×でございます。これはですね、不動産大学の動画でもやってるんですけども、許可を受けた土地のですね、所有権を取得した者は、知事の承認を受ければ許可に基づく地位を承継することができます。これはですね、届け出ではございませんのでご注意ください。ちなみにですね、開発許可を受けた者の相続人、その他のですね、一般承継人は、非承継人が有していた当該許可に基づく地位はですね、当然に承継しますので、知事の承認はですね、この場合不要でございます。これについてもですね、覚えておきましょう。以上でございます。今日やったところはですね、結構マイナーな知識なんですけれども、ここはですね、よく試験で出たりしますので、必ず覚えておいてください。これはもうほぼ暗記するような内容になっていますので、今日出たところはですね、そのまま暗記していただければ、大体ですね、もし本試験で問題が出てきても問題が解けると思いますので、ぜひですね、今日の知識を覚えていってください。ということで、また明日。